はるかのミリタリーニュースです。最後までご覧くださいね。こんにちは、はるかです。今日は 500mm 装甲貫通の 105mm 砲装備、中国軍の新型水陸両用戦車 ZTD-05 の実力を探るをお届けしますね。自衛隊が東富士演習場静岡県で毎年夏に行う実弾射撃訓練富士総合火力演習総火炎では、ここ数年離島奪還がテーマになっている。島嶼防衛を担う水陸機動団の編成準備が進むなど、離島防衛奪還は近年注目度が高まっている。だが現実に自衛隊が直面する可能性の高い仮想敵、特に中国の島嶼侵攻能力については紹介される機会は多くない。今回はその主力を担う新型の水陸両用戦車の能力を探る。部隊の更新は完了。中国軍の着上陸侵攻能力の大枠については昨年12月上旬の討論で触れたので繰り返さない。ただ台湾陸軍の学術誌歩兵理官の昨年末の論文は、陸軍の水陸同様機械化師団は4個が編成されているとしており、以前紹介した3個師団体制よりも多いことになる。また論文はこの4個師団と海軍陸戦隊2個旅団3個旅団とする論文もあるの、いずれも旧式の装備から新型の05式水陸両用戦車 ZTD-ZLT-05 と05式水陸両用歩兵戦闘車 ZBD-05 への更新を完了したとしている。別の論文は両用師団3個陸戦隊3個旅団としても総兵力は約6万人、両用戦車は計830両としている。中国の上陸部隊が105ミリ砲を備えた水陸両用戦車 ZTD-05 を新たに開発したのは異例に映る。これは米海兵隊などが防御が比較的手薄な海岸を選んで水陸両用の装甲車などで上陸するのと異なり、部隊建設の本来の目的が上陸に適した海岸の少ない台湾本島で防御線を築いた敵前での強行上陸を想定しているからとみられる。強力な火力。戦車 ZTD-05 の性能を分析した歩兵理官の昨年末の論文によると、同戦車は歩兵戦闘車両の ZTD-05 などと同じシリーズで 63A 式水陸両用戦車や77式水陸両用装甲車を代替するため2000年から開発が始まった。2005年に正式化され、部隊での本格的な更新は2007年から行われた。製造は湖南省の湖南航路機械集団が担い、2009年の軍事パレードで対外的に公開された。 ZTD-05 は水上走行時はウォータージェット推進で時速25から40キロ、63式と比べ速度と航続距離が向上したことで海岸線の7から10キロ沖で揚陸艦から洋上に下ろすことができるようになり、上陸準備中に敵の砲撃にさらされる可能性が低減できるようになった。また風浪階級4級、高さ 1.25 から 2.5 メートルのかなり波がある状態でも走行できるため、上陸作戦が気象条件に左右される度合いも減ったという。装備する 105mm 砲は口径こそ63式と同じものの低反動砲で、安全装置付きのため水上走行時に射撃できる。暗視装置があるため夜間の射撃も可能という。また使用する新開発の翼安定式装弾塔付き鉄鋼弾 APF-SDS と呼ばれる鉄鋼弾は距離2キロで 500mm の均質走行を貫通できるという。米海兵隊が使用し、自衛隊の水陸機動団向けに購入中の水陸両用装甲車 AAV-7 について製造元の BAE Systems の製品資料は装甲の厚さを紹介していない。だが追加装甲で上部を最大 155mm 相当まで強化可能としているので、当然この105ミリ砲による砲撃は防げないはずだ。 AAV-7 は水上速度時速13キロで、この点でも ZTD-05 や歩兵戦闘車両型の ZBD-05 に劣る。もちろん最大で幅190キロの台湾海峡を想定した中国軍の上陸部隊が同じ規模で日本の離島に侵攻することは輸送能力から考えてありえない。ただ台湾の国防報告書は2011年版以降、
中国軍の能力について我が外離島を攻略する能力をすでに備えていると分析している。台湾には離島は少ない。その気になれば兵力を配置できる。その島を攻略する能力は保有していることになる。6000以上の離島がある日本の場合、武装民兵や特殊部隊だけでなく少数であっても ZTD-05 のような高い火力を持つ部隊が侵攻してきたり先に上陸していたりする状況が生じかねないことを念頭に置く必要はあるだろう。総火炎などの離島奪還シナリオにこうした想定が盛り込まれているのかどうかは定かではない。ネットの反応。こいつを波打ち際で殴り倒すために機動戦闘車を開発したんじゃないのか。搭載砲を見る限り意識してるとは思えんな。実際どうかは中の人にしかわからんけど、ハリボテ空母なんかよりよっぽど脅威だわこれ。やばいよな。中国海軍は空母ばかり注目されてるけど、崑崙山級揚陸艦みたいな揚陸戦力の拡充の方が活発だし、兵器も地に足がついていてやばい。こういうのがあるからずっと更新されていなかった水陸両用車、新規で開発するかって流れになったんだろうな。だろうな。アメリカは新型の水陸両用戦闘車計画がポシャってから揚陸車両の開発をほったらかしにしてたから、この車両ももともとはポシャったアメリカの新型揚陸車両に対抗するために開発されたって説があるらしいし、今度三菱が開発するらしいって話をどっかで見たぞ。水陸両用装甲車購入した AAV-7 は揚陸訓練に使って、本命はそっちかな。今の状態じゃ不利なのは明らかだしな。中国軍の張り子の虎だから心配しなくていいってバカウヨが言ってたよ。護衛艦がワンサイドで葬るらしい。地中で沈むんじゃない。中国はあれこれ金があって羨ましいな。特に揚陸艦の増強は異常だよな。大型船とワイヤーでひっくり返したら面白そう。小さな離島に AFV で進行してどうするのとも思うが、やるならそんなものは使わないでしょう。民間人のふりした武装漁民を大量に送り込むことから始める。こちらが武力行使する前に占領は終わってる。南スーダンの中国軍の姿を見よ。離島上陸なんて考えられない。 AAV-7 の装甲では防げないとか書いてあるけどさ、水陸両用車同士が直接対決とかねえだろ。先に上陸していたりする状況が生じかねないことを念頭に置く必要はあるだろう。これこいつに先に居座られると AAV-7 での戦力投入は非常に難しくなる。こんなもん離島に持ち込んで何と戦うつもりだよ。日本の離島に上陸？日本の？戦争するんですか？500ミリの装甲を貫通？50ミリの間違いじゃね？海水を洗い残してあっちこっち錆びついてるねきっと。走るたびばらけたりして。以上、はるかがお届けしました。他の動画も見てくださいね。はるかです。最後までご視聴いただきありがとうございました。あなたの応援が励みになりますので、チャンネル登録をお願いします。スマホの方は画面下のチャンネル登録ボタンから登録をお願いします。また、グッドクリックやコメントもお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょうね。